4C とはカットされた宝飾用ダイヤモンドの品質を評価する国際基準である。色、透明度、重さ、研磨の4点から評価し、それぞれの頭文字から 4C と略す。最高品質ダイヤ、米国宝石学会が制定。ダイヤモンドを評価する国際基準として定着している。ダイヤモンドの鑑定書にはこの 4C が記載される。 マスターストーンを元に判定される。無色に近いほど高い評価がされる。逆に、イエローが飼っているものほど評価が下がる。ただし、ダイヤモンドは、ピンクやブルーのカラーダイヤモンドもあり、それらの色が、無色以上に高く評価される場合もある。最高は D、以下、E、F、G、Z までの23段階。以下は、色の目安。傷やインクルージョンの大きさ。 一、数によって判定される。最高は、フロリダ、以下、イフ、VVS1、VVS2、VS1、VS2、SI1、SI2、I1、I2、I3 まで、全部で11段階。石の重量。1カラットは0.2グラム。通常は、小数点、第2位までないし、第3位までで表記する。語源ギリシア語、ケラチエン。 稲子豆の重さがほぼ0 2ムと揃っていたことから宝石類の重さを測るのにちょうどよく宝石トレーダーは天秤の奮動として小さくて均一な豆を使用していた現在その名残から1カラットは0 2ムとされているカラット数により別称があり1カラット未満ではスターサイズメレ、ラージメレ1カラット以上のものでポインターなども呼ばれるが 宝石業界全体として厳密な定義はない。ダイヤモンドも参照唯一人の手が評価される要素。ラウンドブリリアントカットの場合にのみ、カットに対する評価がなされる。プロポーションとフィニッシュが評価の対象。総合評価はエクセレントを最高位に以下、ベリーグッド、グッド、フェア、ブアまでの5段階でなされる。近年、 100年続いてきたラウンドブリリアントカットの一部を改良するものが出てきているが、これらの新たなカットは、この5段階評価の対象とはならない。したがって鑑定書等の表記も、カットの名称のみで表記されることがある。デビアス社のキャッチコピー、ダイヤモンドは、永遠の輝きでも歌われているように、2013年以降、4C には含まれていない、ダイヤモンドの 輝きに関するる評価が登場している海外でも提供されているサービスであるが、提供しているのはごく一部のダイヤモンドを扱う、ブライダル専門のブランドが主であり、一般化しているとまでは言えない。ありがとうございます。